ミルウォーキーは、アメリカ海軍の軽巡洋艦で、オマハ級軽巡洋艦の一隻。艦名は、ウィスコンシン州ミルウォーキーにちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。本艦は、第二次世界大戦後半に、ソ連海軍に対応され、ムルマンスクとして一時期収益した経歴を持つ艦である。アメリカ海軍でのオマハ級の識別図。 ミルウォーキーは1918年12月13日に、ワシントニ州シアトルのシアトルコンストラクションドライドック社で寄稿、寄港、1921年3月24日に、トッドシップビルディング社で、ルドルフ・プフィールプ人によって、命名、浸水し、1923年6月20日に、館長ウィリアム・シー・アザーソン大佐の指揮下収益した。 収益後ミルウォーキーは成長巡航でハワイ、サモア、フィジー、ニューカレドニアを経由し1923年8月23日にオーストラリアのシドニーで開催される反対平洋科学会議に向かう。ミルウォーキーは新型の深海超音設備を装着し、キロにおいて太平洋の調査を行った。ミルウォーキーは大戦艦の十数年間を主として 太平洋で過ごしたが、平時任務におけるハイライトは、仮ブ海であった。1926年10月24日、ミルウォーキーは、駆逐艦ゴ府と共に、グアンタナモ湾のピノス島に到着し、4日前の、猛烈なハリケーンで被災した島民の救助に当たった。二隻はヌエバヘローナの市庁舎に、医療センターを設置し、被災地に50トン以上の食料を配布。 電話線を付設し、無線通信所を設置した。乗組員たちは、献身的な作業により、被災者たちから尊敬及び謝意を受けた。1939年2月14日、ミルゴーキーは、イスパニョーラ島及び、プエルトリコの北方海域で、大西洋において、これまで発見された、最深部を記録した。その深度は3246フィートあり、 ミルウォーキー海部地と命名された。東洋における緊迫の度合いは高まり、1937年12月12日に、洋ス港においてアメリカ海軍の砲艦パナイが日本軍によって沈められた。ミルウォーキーは事件に対処するため1938年1月3日にサンディエゴを出港し極東へ向かう。ミルウォーキーはハワイ、サモア、オーストラリア、シンガポール、 フィリピン、グアムを訪れ、緊張が緩和されるとともに、4月27日に帰国の途に着く。1939年、ナチスドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。1941年12月7日には、日本軍による新自安攻撃が行われ、アメリカ合衆国は戦争に突入した。フォレストビーロイヤル大佐指揮するミルウォーキーは、 当時ニューヨーク海軍交渉でオーバーホールの途中にあった。1941年12月31日にニューヨークを出港し、ミルウォーキーはカリブ海への船団を護衛。1942年1月31日にパナマ運河地帯のバルボアに到着した。パナマ運河を通過し、ソシエテ諸島へ向かう8隻の兵員輸送艦を護衛した後、 運河を通過し3月7日に大西洋に帰還、トリニダードに立ち寄った後、ブラジルのレシフェで南大西洋偵察部隊に合流した。続く2年にわたってミルウォーキーは、ブラジルの港を拠点として偵察を繰り返した。その範囲は、仏オギアナからリオデジャネイロ、大西洋を横断してアフリカ沿岸に及んだ。 1942年5月19日、アセンション島からブラジルに向けて航行中に、ミルウォーキーはドイツ潜水艦から攻撃を受けた、ブラジル商船コマンダンライラからの救難信号を受信する。翌朝現場に到着すると、コマンダンライラは放棄され、船の前後が炎上し左限に傾斜していた。駆逐艦もフェットは生存者16名を救助し、 ミルウォーキーは船長を含む25名を救助した。巡洋艦、オマハ及び、駆逐艦、マクダガルガマもなく、現場に到着した。ミルウォーキーが、レシフェで燃料を補給中に、オマハの救助班は炎上中のコマンダンライラから、艦艦の積み荷と艦砲の弾薬を投げ捨てた。ミルウォーキーは現場に戻ると、救助班が、コマンダンライラに乗り込み、 船体を軽くするため積み荷を投げ捨て始めた。火災は沈下し、コマンダン・ライラは、ブラジルのフォルタレザに、牽引5月24日に到着した。ミルウォーキーは1942年11月8日に、レシフェを出港、シンシナティ・サマーズと共に、ドイツの偽装商船の探索を始めた。1942年11月21日に、任務部隊は、 ノルウェー国旗を掲げた不審船を発見する。不審船はドイツの密航船アンナリーズエスベルガーであった。ミルウォーキーはノルウェーの貨物船シュフルブレッドのポールサイニエル JPY で不審船に呼びかけを行った。この連合軍の秘密識別符号に対して不審船は応答しなかったためアメリカ艦は不審船の停船を試みた。6時51分。 サマーズが、不審船から4マイルに近づいたとき、不審船から、炎と煙が立ち上り、救命ボートが降ろされた。数分後、爆発が起こり、破片が飛び散った。爆発は3回発生し、不審船は船尾に傾いた。ノルウェー国旗は引き下ろされ、ハーケンクロイツの旗が、メインマストに形容された。アンナリーズ・エス・ベルガーは、船尾から、沈み。 ミルウォーキーは4隻の救命いかだに乗った62名の乗組員を収容した。ミルウォーキーがレシフェで修理中の1943年5月2日の朝に港で停泊中のタンカー、リビングストンローが火災を発生した。ミルウォーキーの乗組員たちは消火作業に大きく貢献した。ミルウォーキーは南大西洋のパトロールを継続し、 1944年2月8日にニューヨーク海軍交渉に向けてブラジルのバイアを出航した。2月27日に船団越え任務でニューヨークを出航し、3月8日に北アイルランドのベルファストに到着した。1944年3月29日、ミルウォーキーは JW58 船団とともにベルファストを出航 ロシア北西部のムルマンスクに向かう。途中4月1日に、ドイツ潜水艦 U-355 が沈められた。翌日には潜弾を追跡していた敵機が、アクティビティの艦載機により撃墜された。ドイツ潜水艦のウルフパックは3月31日の夜に潜弾を攻撃しようとしたものの、撃退された。翌晩には7隻のドイツ潜水艦が潜弾を、 追跡したものの一隻が撃沈され艦隊は撃退された。翌朝関西機が船団の10マイル後方で潜水艦を撃沈したことを報告した。ソ連海軍でムルマンスク時代の本艦艦尾にペンキで艦名が描かれている。1944年4月4日にソ連海軍の護衛艦4隻が船団に合流しアルファンゲリスクに向かう。 数時間後、ミルウォーキーは戦団を離れムルマンスクを呼び、コラ半島に向かった。同地で1944年4月20日、ミルウォーキーは、レンドリースポーに基づいて、ソ連海軍に対応され、北方艦隊に所属した。ソ連海軍では、ムルマンスクと命名され、終戦まで、大西洋航路隊に沿って護衛及び、偵察任務に従事した。 ムルマンスクは1949年3月16日にアメリカ合衆国に返還された。ソ連海軍から返還された15隻の艦艇のうちの最初の艦であったミルウォーキーは3月18日にフィラデルフィア海軍交渉に入居し12月10日にデラウェア州ウィルミントンのアメリカンシップブレイカーズ社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。